皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました白井玄三です。いきなり質問にはなりますが、今体を動かすこと、運動することが好きだよ。本日はそういったアスリートの皆さんに2つだけお伝えしたいことがあります。例えば日本代表を目指したい、オリンピックを目指したいって思った時でも、今迷わず手を挙げてくれたその気持ちを絶対に忘れないでください。僕は体操競技のオリンピックの選手、オリンピックに出るまで体操は大好きでした。やっぱり大きな大会で結果を残さなきゃいけない、ライバルが現れた時にこのライバルに勝たなきゃいけないって思うと楽しくなくなってくるものです。この運動が好きだ、この競技が好きだっていう気持ちが一番のオリンピックに出るための近道だと。失敗するかもしれないって不安になった時でも、その好きな気持ちっていうのが解決してくれる。だから今みんなが持ってる気持ちっていうのはものすごく素敵な気持ちであって、アスリートとして強くなれる一つの大きなきっかけです。その競技、その運動を愛すということを絶対にやめないでほしいっていうことが一つです。あともう一つ、簡単に諦めないこと、これがもう一つ大事なことです。辛くなった時とか、さっき言ったみたいに運動が好きじゃなくなっちゃった時、もうやめようって思うことは誰しもあると思います。やめようと思った時にすぐにやめてしまうのではなくて、ちょっと我慢して考えてみてください。そうすると意外とまた好きな気持ちが戻ってきたりとか、やっぱりこの運動しかないんだなって思えるような日が来るかもしれない。だからそこで我慢することっていうのが大事です。これは保護者の皆様、ご親族の皆様も同じです。僕も中学校に上がったばかりの時に体操が大嫌いで、毎日のように両親にもうやめる、もうやめるっていうふうにずっとダダをこねてたんですけれども、そこで僕より両親の方が諦めなかったんですね。もう絶対にもう少し気持ちが変わるまで続けさせるっていう覚悟が両親にあって、そこで僕を体操から踏みとどまらせてくれた、その場でやめさせてくれなかったおかげでオリンピックがあったと僕は思っています。あの時自分の意思ではどうにもできなかったものを両親が引き止めてくれたからこそあったオリンピックだと思うので、お子さんが少し気持ちが暗くなってしまったり、不安が大きくなってしまったり、競技への継続をちょっと迷っているなっていう時は、ご両親しか背中を追ってる存在っていないんです。先生に何を言われようと、いやもう無理ですって思っていた僕の気持ちが、両親にもう少し続けてみればって言われた時にふと気持ちが楽になったっていうところもあるので、そこはお子さんと一緒にご両親が諦めないことっていうのはものすごく大事なことだと思います。この楽しむことと諦めないこと、2つをずっと続けて守っていれば、皆さん今もらった症状の能力があるということですので、諦めないことさえすればオリンピックは必ず手に入る夢だと思います。僕も体操競技が好きであること、あとはお父さんお母さんの協力を借りて諦めなかったこと、この2つがオリンピックに続く一番の道だと出たからこそ言えるんですね。なのでこの2つ、すごくシンプルなことだと思うんですけど、なかなか難しいことだと思います。楽しむこと、諦めないこと、この2つを今後ね、大切にして皆さんには頑張ってほしいと思います。すごく短い挨拶になってしまいましたが、今後の活躍を期待してご挨拶させていただきます。ありがとうございました。